中年のタッキーです。今日はね、久しぶりに自宅からね録画しているんですけども、まあなんでね自宅から録画しているかというと、贈り物が届いたからなんですね。贈り物がねちょっと2つ届いております。はい、どっちから開けていこうかな、悩ましいところですが、まあとりあえずスタートしていきましょうか。おたっきーのね、英語字幕付きチャンネルの方、また新しい動画アップされております。説明欄の方にねリンク貼ってありますので、そちらから飛んでくださいね。まずチャンネル登録とかね、高評価、よろしくお願いします。それでは動画スタートしていきます。はい、久しぶりのね贈り物の開封動画なんですけどね、もうカメラはね結構揃っちゃってて贈るものもないやっていうね状態になっていると思うんで、多分ね、で今回は何が贈られてきたのかなと、こちらはね、ドリームロコモーティブ様から、いつものねドリームロコモーティブ様から贈られたものだと思うんですが、ちょっと開けにくいな。よっ。無理や。お。これ結構ね今回ねバラエティに富んだお菓子が入っております。ていうかこれ結構死守しないと嫁とかに取られるな。ねライオネスコーヒーキャンディ、僕これちょっと初めて見ました。ライオネスコーヒーキャンディ、ライオン菓子株式会社、あ、福島県で製造されているようですね。初めて知った。で、カメラのカレー線、カメラ製菓は知ってますけど、カレー線は知らないですね。ファインアメ、これね、製造工場をしょっちゅう見てます。名神高速道路沿いにあるんですよ。長いこと食べてないので、久しぶりにね、いただこうと思います。あ、これは金柑、かばやの金柑のどめ、ハーチミツ金柑のどめとまた違うのかな。かばやしょっちゅうです。あ、大好きです。キャベツ太郎大好きですね。結構頻繁に買っております。これは初めてだな。玉ねぎさん太郎。これは初めてだぞ。茨城県の角っていうね、製造者になってますね。これは初めて。ちょっと楽しみですね。西日本ではないんじゃないかな、多分。で、なんだこれ。これね、はい、最近ね400フィートのフィルムをね、長巻きフィルムをパトロールに詰めるっていうね特集をやっておりますが、これドリームロコモーティブ様が制作した400フィートフィルムを100フィート巻きにする機械です。こっちに400フィート巻きをつけて、こっちに100フィートつけて、こうぐるぐる巻くというね、機械になっておりますね。これちょっと、こんな感じで、こんな感じですね。なるほど。これよく考えたら、いや、やりますね。逆巻きの方が使いやすいのが、逆巻き、あ、こっちが正常か。こっちが正常だな。うまいことできておりますね。器用ですよね。ちゃんと足までこうついて、うまいこと作ってますね。でもね、もうほとんど実は巻いちゃったんだな。次回からの仕様になりますよね。なんか、おたっきーフィルム販売っていうね、声がちらほら聞こえてきてますが、その時に使ってみようと思います。ん？これは、長巻きの一部が入ってるのかな？400TX、トライ X の400。ここで開けるのはちょっと危険なんでやめときましょう。お！現像液のお裾分けですね。コダックエクストール1リッター用。使ったことのない現像液になってます。これは楽しみですね。現像液でもだいぶ結果が変わってくるんでね。
で、あの、ハドックス CMS20 プロ。これね、あの、ローライのオルト25っていうね、フィルム、これ3本。かなり珍しいフィルムですが、いただきました。で、これとテストね、あの、対抗するために、もう1本あるんですけど、在庫あるんですけど、その、比べてみてくださいということじゃないのかな。いや、これいくらですか？ローライのフィルムって高いしね。いや、すんません、ありがとうございます。これ、今回のでも目玉はやっぱこれですね。これはもう完全ハンドメイドでフィルムを巻く機械。これはなかなかの値打ちがあります。ありがとうございます。使わせていただきます。さあ、フィルム販売始めるのは果たしていつなんでしょうね。でね、嬉しいな、ストラップです。ちょうどね、ミノルタのストラップ欲しいなと思ってたんですけど、これ全部ミノルタストラップですね。この辺はね、アルファ7000とかアルファ9000の時代の純正ストラップですね。で、これはなんだろうな、これはちょっとしたデジカメかもしれないな。うん、ちょっとミノルタの、ストラップ欲しかったんで、ありがとうございます。いや、ほんとすんません、助かります。お菓子まで走りながら食べさせてもらおうと思います。で、こちらの箱。よいしょ。ちょっと重たいぞ。これ、デラウマさんのね、贈り物になります。すんません、デラウマさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ハサミがない。ハサミがないぞ。気合で。気合でなんとかなるもんだな。よっ。気合でなんとかなりました。デラウマさんで、ちょうど手袋がなくなってきてたとこなんですよね。デラウマさんからいただいた。はい、これね、僕がいつも使ってるやつと、たくびってやつなんですけどね。これたくさんいただきました。何セットだ？もうデラバさんのおかげでね、あの、手袋買う必要がなくなってるんですよね。ほんと助かります。もうめちゃくちゃたくさん。すごい。何足あるんだ？ 20 足ぐらいあるんじゃないかな、これ。助かります。で、マスクですね、これね。冷感マスク。結構ね、作業するとき、熱くなるんでね、ありがとうございます。使わせていただきます。で、業務用100。あ、これ貴重だな。今、業務用100ってあるんですかね。あ、12枚撮りだ。めっちゃ嬉しい。これね、ハーフカメラのね、テスト撮影に使わせていただこうと思います。ちょうどいい感じですね。これなんだ？これはなんだ？抽選希望が気になる方、ちょうどいい、あの、ちょっとメタボだね。抽選希望を低下させる作用のある。こんなのあるんだ、知らなかった。これ美味しかった。毎日1個の書いて、美味しかったら飲むから。で、カレンダーですね。はい。ワークマンのカレンダーをいただきました。ありがとうございます。カレンダーちょうどなかったんですよ。今年持ってなかったんですね。これなんだ？なんか液体系ですね。うわ、これ高いんじゃないの、これ。サントリーのね、高級ウイスキーです。ウイスキーも好きなんですよ。ウイスキー結構飲むんですけどね。こんな高いのはなかなか飲まないぞ。ありがとうございます。今の安物のウイスキーがなくなったらの、安物飲んでるんでね、体によくねえぞって話ですけど。で、これはなんだ？これなんだ？お！なんだこれ？スモークオイルサーリン。これね、イワシを燻製したやつを揚げてあるやつ、珍味ですね、チリの。珍味で、これ高いんじゃないかな。
食べたことないですね。これちっちゃいイワシをねぎっちり詰めてあります。あんまり写真に関係ないことが多いんですが、すごいのが来ましたよ。よいや、これはね、あのいただくって分かってたんですけど、ちょっとさすがに気が引けたんでよ。一旦はねお断りしたんですけどね、もう使わないということでねいただきました。使わないっつったって、これ期限いつなんだろう。22年06か。ああなるほどね。でもね、モノクロフィルムはね20年ぐらい普通に使えるんでね、普通に使わせていただこうと思います。すみません、これ 400TX。 いや本当にありがとうございます。高いっすよ 400TX ね。いや TX ちょっとあのドリームロコモティブ様とも、かぶりましたが、これはこれ中身、これ中身プレストなのかな。でも明らかに詰めてあるやつですね。ミュパン400プレストのパトローネに詰めたフィルムが6本。中身は何だろうな、色目的にはコダックのような気もするが、ちょっとわからないな。でも全部400プレストのパトローネです。全部400プレストのパトローネ。はい、こんな感じでね、これ以上ですが、いやーものすごい価値のあるものをお二方からいただきました。いや本当にありがとうございます。今後の活動に、使わせていただこうと思います。おたっきのね動画ね、ちょっとちょいちょい言ってますが、再生回数が減ってる、コマーシャルがねものすごく減ってるんですね。あのコマーシャルが減ってるのはおそらく YouTube 事情なんですよ。TikTok に押されてるとかね、そういうのもあってね、収入が減っていって活動がちょっと苦しくはなってきてるんですが、以前も言ったんですけどね、CB7 班のねオートバイに、ね、レストア費用を全部動画につぎ込んで、今それが枯渇してるんですね。で自転車操業になってるんですけど、もうこういう贈り物は本当に助かります。ありがとうございます。これでねちょっとお金を動かしてね、新機材購入とかのね材料にしていこうと思います。今回はね贈り物いただき本当にありがとうございます。はい、ここからはちょっと別撮りになっていくと、のトラックに戻ってからねまた撮影しようと思います。はい、作品投稿のコーナーです。ちょっとトラックに戻ってきて撮影しております。はい、トップバッターはね、コマモンさんですね。中年オタッキーさん、こんにちは。コマモンと申します。先日、フィルムカメラとデジタルカメラを持ち出して、街角スナップをしてきました。その際、かっこいいバイクが駐車していたので、フィルムとデジタルとで撮影してみました。私はバイクには不案内なのですが、ホンダのバイクのようです。オミクロン株の感染拡大でスナップに出かけるのも心配なのですが、引きこもりだけでは精神的にめいってしまいます。早く元の生活に戻りたいです。チュネオタッキーさんも各地を転々とするお仕事で大変と思いますが、お自愛くださいということですね。カメラはね、フィルムの方がキヤノン EOS 100。レンズがキヤノン EF1735F2.8L。フィルムは富士カラー S100、24倍撮りですね。で、デジタルがね、カメラが EOS、RP ですね。フルサイズミラーレスですね。で、レンズが、キヤノン RS35mmF1.8 マクロ IS-STM ということなんですね。でね、このバイクなんですけどね、ホンダのレブルの250のようです。最近のバイクですね。で、作品なんですけど、まず1枚目がフィルムということなんですけどもね、1枚目、まあ、レブルの方はね、森脇のマフラーが出てちょっといじってる感じのバイクですが、デジタルとフィルムほとんど差がないんだな、これ。あの、後ろのね、笹ですか、これ。の色がね、ちょっとデジタルの方が濃い感じなんですけども、あとシートのね、ディテールっていうか色もちょっと濃いですね。デジタルの方がやや色が濃い感じ。で、フィルムの方はね、ちょっと
っとだけタンクのあたりを見ると流浄感が出ていますが、ほぼ差がない感じですね。これ、うん、まあフィルムもいいんだろうけどね。何よりちょっと驚くのがデジタルの処理ですね。 EOS RP そんなに派手な処理じゃないんだなっていうのがよくわかります。まあこれ光が入ったらまたちょっと違ってくるんでしょうけど、これ光はそんなに当たってない感じなんですね。またこの手のね比較送っていただければ嬉しく思います。はい、コマモンさんありがとうございます。次はケンちゃんさんの投稿ですね。作品投稿です。日曜日の朝、XT1 60ミリマクロで貨物列車を撮っていたら面白い絵が撮れたので送ります。2枚目はまともな絵ですということで、1枚目と2枚目ね、ちょっとね、1枚目がおかしな色が出たということでね、作品を紹介していきますが、はい、これものすごい色出てます。これ多分ねカメラがなんか勘違いしたんでしょうね。偽色が出てるんだと思いますが、勘違いにも程があるって感じなんですけど、で2枚目の方はまともに撮れてるんだな。これどういう現象でこれが起きたのかがすごく不思議ですね。まあ内部アプリのバグかなんかなのかもしれないので、この写真の2枚ね、富士フイルムさんに送ったらこれなんか面白いかもしれないですね。ぜひね、あの富士フイルムさんにね、あの問い合わせてみてください。これ何っつってね、多分偽色だと思います。カメラ、まあ、デジタルカメラはね、センサーに光を受けて、まあ、絵を出すわけなんですけどもね、すべての光をね、受けているわけじゃないんですね。ある程度予測が入ってるんですね。で、この、1枚目の写真はおそらくね、予測が大外れしたんじゃないかなと。ここまで外れるかっていうレエリアですけどね、これ一発勝負の写真だったら地獄ですよね。まあ、こんな感じですね。ケンちゃんさん、貴重な写真ありがとうございます。次はね、マサクマさんですね。おたけさん、いつも YouTube 楽しく拝見させております。いただいております。マサクマです。よろしくお願いします。前回はタイトル画面に採用され、嬉しく思います。今回は組写真2枚でお願いします。カメラ、コア SIX、レンズ、コア 85mmF2.8、フィルム、ローライスーパー、スーパードパン、200です。タイトル、デコボコでお願いしますということなんですけどね、これがなかなか面白いんだな。1枚目がね、建物の隙間を撮ってるんですが、2枚目はね、おそらくそれを振り返ってね、影を写してるんだと思いますね。これなんでスクエア写真になってるかはちょっとよくわからないんですが、インスタかなんかに投稿した写真なのかもしれませんが、非常に面白い組写真になっておりますね。まさくまさん、ありがとうございます。次はね、野上さん、これ初投稿かな。中年オタキさん、はじめまして、こんばんは。動画楽しく拝見させていただいております。初めて作品投稿のコーナーに投稿させていただきます。バラ写真2枚でタイトル1枚目、城主の特権。2枚目、白銀世界の鷹の爪です。機材、ゼンザブロニカ S2、レンズ、ニッコール P75mmF2.8、フィルムは SFL、エアロカラー125で自家現像しました。これ聞いたことないな。現像液は、コダックカラーペーパー用発色現像液38度3分30秒です。1枚目は去年の年末に高校の写真部の友達と福島県の鶴ヶ城かなに行った時に撮ったものです。柵があり、ウエストレベルファインダーでは高さが足りず、カメラを横に構えて天地逆転したファインダー像で頑張って水平撮りました。2枚目は近所の畑の唐辛子を絞り解放で撮ってみました。雪の白に赤はとても目立ちます。学生にフィルムの値上がりは痛いです。これからも面白い動画お待ちしております。お体にお気をつけてお過ごしくださいということで、1枚目なんですがね、これ頑張りましたね。これ横向けで撮ったんですか。まあウエストレベルだと下向きになるんで高さが足りないので横向きに撮ったということで、まあ前座ブロニカということで66で撮ってるんでしょうけど、さすがの解像度ですね。レンズもいい感じだと思います。で2枚目なんですが、2枚目ちょっと光があったらもっと面白かったんですがね、ぐじゃぐじゃの唐辛子をね、見事に背景をぼかして撮られております。ゼンザブロニカね、私ね欲しくてたまらないんですけどね、羨ましい限りです。てかね、現像のテクがすごいですね。オタッキーはね、高校の写真部で1年ちょっとだけ現像したというレベルでね、大したレベルじゃないんだな、これがね。動画の主がこんなんでね、投稿者がこんなハイレベルで、もうちょっとバランスが悪いぞって感じになっておりますが、野上さん、投稿ありがとうございます。またお願いしますね。で、草井光子さん、次、草井光子さんの作品です。先日は作品投稿ありがとうございました。早速ですが、オタッキーさんがよくご存知であろう場所から撮影してみましたので投稿させていただきます。よろしくお願いします。
タイトル、名神高速高槻バス停付近から、使用カメラニコマート EL、タムロン AF ズーム 28200F3.8 から 5.6 アスフェリカル、アリスタ AD ウルトラ400は ISO 200で撮影、D23 現液使用、24度6分、使用スキャナー GTX900、フォトショップを使い、ゴミ消しとトーンカーブを調整しています。一度西日の強い夕方に撮影してみたら、カビと薄曇りのあるレンズのため真っ白になって使い物にならない写真になってしまいました。そのため再度日が高いお昼過ぎに行って撮影し直してみました。歩いて行きましたが、休みの日のいい運動になっています。それでは、ご安全にということですね。これね、名神高速の高槻バス停っていうね、有名な渋滞スポットだったんですが、新名神ができてね、渋滞しなくなったんですけどね、これ結構粒子は出てる感じになりますが、仕上がりはいいですよね。結構ね、車道部分もしっかりディテールが出ていますし、いい仕上がりになってます。現像の仕方でね、結構いろいろ楽しめる、フィルムになってますね。アリスタ AD400。ちょっとね、工夫しないとね、シャドウ部がべったり潰れるような写真もできてしまうんですが、いろいろ楽しめるフィルムだし、安いということで、面白いフィルムであるということですね。草光さん、ありがとうございます。はい、今日の作品投稿のコーナーはここまで、ここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラは両手鍋さんの俺のカメラですね。俺のカメラのコーナーを投稿させてください。こうは SETR、 今となってはかなり珍しいカメラだと思います。ジャンクでもあまり見かけなくなってきていて、故障してる個体が多い中、こいつだけ唯一動く個体となってます。1968年6月販売、最速500分の1のレンズシャッター式一眼レフ、シャッター機構はセイコーで作られています。1枚目がコーア SETR50mmF1.9、 2枚目がコーア SER135mmF4、 コーア R135mmF4 ですね。これね、コーアのカメラなんですけどもね、僕見たことはあるんですがね、動いてるカメラを見たことがないんだな。貴重なね、動作品ということですけど、レンズもね、2本持っているということで、結構ね、値打ちがあるものになっていると思います。このコーアのカメラを修理する業者が果たして現在あるのかどうかもね、ちょっとおたき、知らないんですが、レンズがね、どんな写りなのか非常に気になるところですよね。以前何度かね、コーアのカメラで投稿された方、いらっしゃるんですけどもね、写りははっきり言って良かったと思う。カラーで撮っても結構いい感じに写ると思いますね。ぜひ使ってみたいんですがね、なかなかいい出会いがありません。両手鍋さん、貴重なカメラです。大事に使ってくださいね。ありがとうございます。で、ここからはね、久しぶりにね、教えておたっきーのコーナーになってまいります。はい、教えておたっきーのコーナー。秋順さんの教えておたっきーですね。教えておたっきー、どうしようもない質問です。くだらなかったらボツ覚悟です。キャノン F1 が好きでヤフオクとかで見るんですが、見てるとロゴがキャノンや F1 が真っ白とやや黄ばんでるのを見かけます。汚れでしょうか、それとも製造年頭で色の違いがあるのでしょうか、ずーっと不思議に思ってます。すっきりできたら幸いですってことなんですけどね。まあ、ちょうどここにね、キャノン F1 が2台あります。はい、こちらはね、以前オークションで9600円かで仕入れたやつをフルオーバーホールしたね、キャノン F1 ですね。はい。はい。真っ白ですね。真っ白でございます。でね、もう一台はね、だいぶ前にね、ジャンクで500円で購入したキャノン F1 です。はい、わかりますかね。これね、これ非常にいい資料になってるんですけど、ここの文字は比較的白いんですけど、こっちが黄色いでしょ。まあ、汚れてるだけだと思います。そんなわけでね、秋順さんの教えておたっきーコーナー、多分ね、汚れてると思うんでね、落とせばなんとかなるかもしれませんが、汚れてないに越したことはないですよね。綺麗な
方が、まあ、高くなると思うんで、あえて汚い方をね、狙って安く買うという手もないことはないかなと思いますね。はい、今日のね、投稿ありがとうございます。ご質問ありがとうございました。で、今日の動画はこんな感じで終わっていくんですけどもね、一応ね、WX の販売の話がちょっとずつ進んでいます。まあ、現状資金がなくて仕入れれないんですけどね。まあ、どの道パトロンでもないし、販売のリサーチの方もね、取れてないということで、現状ではちょっと保留になってるんですけども、まあ、2ヶ月先ぐらいからね、フィルムを売ろうかなという考えになってます。WX 結構いい調子で出るし、100でも400でもなんか使えそうな気がするんでね。で、まあ、テスト結果でね、この100でも400でもいい調子で使えると。で、現存のデータとかもね、固まってきたら販売することを考えます。で、どんな形で販売するのかとか、まあ、リサーチね、例えば、何本が販売されてるんだったら、定期的に買うよとかね、そういう意見が、ありましたらね、またコメントでもね、書いていただけたらと思います。まあ、売るにしてもね、そんなに資金がないんで、たくさん仕入れて、売れなかったら破産してしまいますから、まあ、破産とまではいかないですが、まあ、動画が成り立っていかなくなる可能性も、運転資金がなくなって、そういう可能性もあるんでね。まあ、そんな感じでね、徐々にリサーチを取りながら、まあ、撮影テスト、現像テストとか進めながらね、やっていこうと思います。でね、自家現像、基本的には自家現像をする方向きになるんですけど、まあ、これ中古のパトローネにね、これ WX なんて詰めてね、売ることになるんですけど、もし使いたいという方で自家現像をやってない方、近くにね、フィルムの現像を出してる場合ですね、そのお店に聞いてみるのがいいと思います。モノクロフィルムなんでね、もしかしたら手現像でやってくれるとこがあるかもしれないんで、長巻きを切り分けたやつを現像してくれる、お店ですかと。聞いてみるのが一番と思いますね。長巻きで詰め込んで、その自家現像はやんないっていう人もこの質問は必要になってくると思うので、お店に問い合わせていただけたらと思います。まあ、そんな感じでね、まだちょっと売るのは先の話になるんですけど、いよいよね、オタキがフィルムを販売する形になってくるかなと。で、販売は多分ね、YouTube で販売するとね、お金取られてしまうので、Twitter で販売すると。中間的なお金なんか取られたくないんでね、これ以上。まあ、そんなわけでね、今日の動画終わっていきます。いかがだったでしょうか。次の動画はね、先週予告しましたペンタックスの、スーパー A で、SMC ペンタックス M50mmF1.4 と F2.0 のね、画像の比較の動画になっていきます。ペンタックスファンの皆様、お待たせしておりますが、次の動画をお楽しみということですね。はい、今日の動画はここまでになっております。いかがだったでしょうか。オタッキーのね、英語字幕版チャンネル、新しい動画また上がっておりますのでね、そちら訪問していただいてね、いいねボタンとかね、あとチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。説明欄の方にリンクを貼っておきますのでね、ぜひぜひ応援お願いします。で、僕のチャンネルの方もね、あとちょっとで5000名に到達することになりますね。キャノン A1 プレゼント5000名到達すると指導しますので、まだチャンネル登録されてない方はぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。はい、今日の動画はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。